レイチェルちゃん9月20日隊は、神奈川県横浜市出身のラジオパーソナリティ、フリーアナウンサー、元長の放送アナウンサー、FM バード所属。幼少時代、6年間アメリカ合衆国、ニューヨークで過ごし、演劇、アートと出会い、学生時代は、英語劇に没頭。またイギリス・ロンドンでは演劇を学び、ショートフィルムに出演する。ちなみに、 東洋映画女学院大学在学中の同級生に TBS アナウンサーの小倉博子がいる。同大学卒業後の1997年、長野県の民間放送局、長野放送にアナウンサーとして入社。NBS では NBS The Human、NBS Super News のニュースキャスターを務めるなど、主に報道番組を中心に出演していた。 2002年に NBS を退社した後は、イギリスにおよそ5年間滞在し、NHK 及び民放のロンドン支局制作の番組で、ナレーターを吹き替え、インタビュー MC、通訳、リサーチャーコーディネータードキュメンタリーコメントの翻訳に携わる。2007年1月に日本に帰国。帰国後は、J-Wave のナビゲーターとして、インターネットラジオ、ブランニュー J に出演。 同年4月からは、ランデブーナビゲーターとして出演。またテレビでは、BS11 デジタルの開局特別番組を担当したほか、2008年3月まで、同局のニュース番組、BS11 ニュースにアナウンサーとして出演。日本酒好きが講じ、2017年に、名より出資した組に任命され、2018年には、酒侍に助任される。 2018年11月3ヶ月の交際期間を経て電撃結婚。ありがとうございます。